正面から見ていただきましょう。中島がアウトから追いますが、松本抑え込みました。松本依然としてトップをキープしております。中島、星野、ヨハンソン、エルグ、スコット、リースと、こういう順になっております。第1コーナーをクリア。鷲見さん、松本がいいスタート、得意のスタート見せましたね。そうですね、本当にあの素晴らしいスタートでしたね。まとめで鮮やかな松本のスタートでした。ではスロー VTR でもう一度その一周をご覧いただきましょう。さあここでですね、スタート前に星野選手がね、ちょっと出そうなんですね。ところが松本選手はね、その後すぐにスッとうまく出ました。いいタイミングが合いました。中島選手はですね、やっぱり一瞬出遅れた感じなんですが、これはね、もうポールポジションですとね、どうしてもこういう風にスタートがスムーズにできないんですね。と言いますのは、つないにしちゃいけないという意識の方が強く出ますからね、そこ行きますと2番手3番手がもう気が楽なんですね。でもここ見てください、ここでね、うまくね、中島選手得意の第1コーナーのダイナミックな追い越しをうまく止めましたね。先頭に立ちました松本、新しくなりましたスプーンカーブにかかっております。トップが松本、その後ろに中島、星野、ヨハンソンという順になっております。バックマシーンがいずれも新しいスプーンカーブをクリアしてバックストレートです。スタートでトップに躍り出ましたマンダリーラマーチの松本、先頭で 130R。 松見さん、この松本のスタートの上手さというのは定評があるんですが、中島がどうしてもポールポジションの時うまくいかないんですかね。そうですね、やはりこの選手はですね、やっぱり中島選手だけじゃないんですが、どうもポールポジションを取りますとね、先ほど言いましたようにジャンプしちゃいけないという意識が強くなりましてね、やっぱり意識しちゃうんですね。やはり2番手3番手のスピードを伸びるとできるんですわけですね。松本、中島、星野と続きまして、その後ヨハンソン、リース、こういったところが追い上げております。2周目のラップ、トップは快調に飛ばす松本です。松本がトップに立った、鷲見さん、レース展開としてはどうですか。もう本当にね、これこそね、今日のレース面白くなると思いますね。まあこの3社がですね、非常に互角な、まあ、実力の持ち主、まあ、特に松本先生の調子がいい時はぐんぐんもうね、誰も寄せ付けないような強さを発揮するドライバーですけどね、今日はそうなってほしいですね。乗ってしまうと怖いと、そういうわけですよね。カーナンバー24、高橋健二のマシーンが早くもピットインで す, です、ね、何を起こしましたか。あっという間です、1周だけですからね、ミッショントラブルでしょうか。情報がありましたらまた教えてもらいたいと思います。先頭グループ2周目のヘアピン、トップは依然として松本健二、そして中島星野という順になっております。ここからスピンカーブに入るんですが、去年までのコースとするさん、どう違ってきてますか。はい、大幅に改修されましてですね、 もっとこのターンがタイトになったわけです、つまり難しくなったわけですね。ですから今まではもうほぼ4速全開近くで行けたんですが、もうとてもそれはいけませんで、3速にギア直すから入るという、まあ、いわば難しくなった、あるいはダイナミックではなくなったんですけどね、非常にそういう手先のテクニックが必要になってきたわけですね。依然としてトップ松本、中島、星野がぴったり、ほとんど感覚がありません。続いております、少し遅れておりますのがヨハンソンとリース、この辺りが4位争いになります。スタートで一気に中島をかわしてトップに躍り出ました松本、先頭の3台に減速してトライアングルコーナーをクリア。この3台にちょっと遅れて4位がカーナンバー11のヨハンソン、すぐ後ろが同じマシンジュフリースです。レースは3周目に入っております。好スタートでトップに立ちました松本、すみません、去年松本はさっぱりで特に後半いいところはなかったんですけども、今年は巻き返しのシーズンですね。そうですね、まあ、ニューマシンを得たということもありまして、まあ、今回の予選を見ましても、BMW の、ね、ベンベイのユーザーの中では最も速いわけですから、はい、これでね、中島選手を今日は出し抜いて先頭を立っていると、非常に気分よく走ってるんじゃないかと思いますね。で、まあ、先ほど見ましたように、この選手はですね、もう2着にはガンガンいっちゃう、まあ、決してですね、器用な選手じゃないんですけどね、それだけにこの選手が本当に走り出すとなかなか根強い力強いものを持っているわけですね。ですからその調子を崩さずに最後まで今日走ってくれればいいところいくんじゃないかと気がしますね。それと同時に中島星野がどう巻き返していくか、これまた面白いところですからね。もう本当にね、まあ、この中島選手、まあ、ピカッと、ね、後ろに今つけてますからね、そしてその後にはまたこの強豪の星野選手がつけてます、まあ、この辺りのこの3者の絡み、面白いですね。ゼッケン24番の高橋健二選手がリタイアしてしまったんですけれども、原因分かったんですか。非常に珍しいトラブルなんですけれども、メーターのコックピットのところにメーターがついてるんですよね。燃料の燃圧計って言いますけれども、
そのメーターのところからそのガソリンが漏れたっていうことなんですよね。ですからドライバーの足のところにガソリンが漏れてましたけれどもね。ちょっとエンジンのチューナーの方も非常に珍しいトラブルになってきましたけど、はい、そんなところです。ガソリン漏れですか。本当に珍しい事故ですね。珍しいケースで高橋健二選手が本当に残念ながらリタイアということになってしまいました。レース4周目のヘアピンにかかっております。依然として先頭は松本、中島、星野が追っております。では現在トップにおります松本選手にスプーンカーブの印象を聞いていました。新しいスプーンコーナーの印象はどうですか。去年までのコースはね、4速で入ってたんですよね普通は、はい、それが今3速ダウンっていうことでね、まあ、精神的に楽な部分があるんでね、僕としては走りやすくなったと思うんですよ。好きですか。じゃあ気に入ってます。気に入ってます、ね、新しいスプーンカーブの評判なかなかいいようです。現在トップ松本、以下中島、星野と続いています。スペンサー、史上最年少で世界チャンピオンとなった若き天才ライダー。そんな彼と共に世界を走るヘルメットもあなたの洗いと同じ規格で作られているのです。スーパーヒーローの息遣いが聞こえる。アライヘルメット、レーシングスペシャルティーズ。車には車専用のカセットが必要だ。富士カセット GT1。 操作性を徹底追求したノンスリップイージーハンドリング設計。クリアな広域、優れた耐震性、世界初耐熱110度カーステレオ専用富士カセット GT1。